はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回はパワープロ2018パワープロ2018栄冠9続きをプレイしていきたいと思います。2018年の9月11日からになります。前回はですね、最後、まあ、辛くもと言っていいと思うんですけど、秋の地方大会初戦を突破したので、今回はね、その次2戦目からになります。できればね、勝てば勝つほどいいと思うので、この2回戦目もね、突破を図っていきたいなと思うんですが、校長先生からアロマグッズが来たな。まあ、アロマグッズは後でいいとしてだ。まずは2回戦目ですね。ここをしっかり突破しましょう。疲れも取れてみんな元気いっぱいになってるはずなんで。さあ今日の張り切りボーイは、まあ、もちろん柴崎キャプテンですからね、このエアアジア高校の。ちなみに監督の名前はタイスキーですね。呼ばれ方はニックネームでワンダー監督って呼ばれてるっていうね、ちょっとよくわかんない感じなんですけど、一応そういう名前で、高校名はエアアジアです。なんかめちゃくちゃだなぁと、初めて見られる方は思うかなと思うんですけど、詳しくは興味ある方、もしいらっしゃればなんですけども、ツイッターとかの方ね、覗いていただければなと思います。おー、柴崎いいね。まあ、ちょっと柴崎、ただ1番バッターというか、このエアジア高校、うちの高校自体がみんな足が遅いんでね、どうのこうのっていうのはないんですけど、どう？ボテボテの当たりだな。ちょっと足が遅すぎて話にならなかったですね。せっかくの得点のチャンスだったんですが。さあ柴崎、ここは思い切って行ってもらいたかったけど、どう？抜けるね。あとは二塁ランナーが帰ってこれるかどうか。ちょっと帰ってこれなかったですね。で諸星か。ここはどうする？チャンスでもあるし、一旦お祭り男を発動してしまって、強振積極で引っ張りでいきましょう。初球はインアウトハイかな。もう全力ストレートで追い込まれちゃいましたね。そしたらミート対応に変えて引っ張りましょう。際どいな。最後はシュート、高速シュートの前に空振り三振。さあ守りですね。ここは絶対に守りたいんですが、熱血を入れて球速アップした上で、球速中心、速球中心ですね。で定位置で緩急重視でいきましょう。よし、大丈夫だね。二人 OK。 守備に安定感は全くないので、うちのチームは。ここはもう一点取りに行きましょう。これはゲッツーになるぞ。いやー、ここでプレッシャーラン、旧ゲッツー崩しを発動してほしかったんだけど。さあ1番キャプテン柴崎、ここはお祭り男を出してしまって、もうここは攻め時と考えていきましょう。初球は高速スライダー、ボテボテの当たりだけど、まあ一塁にランナーが残るっていう形ですね。シュートか。ここは出る。よし、しかもトンネルしてくれた。これ味方がやられると最悪ですけど、敵がやってくれる分には大歓迎ですからね。チームが炎上する可能性があるんで、ここはもう1点2点取っておきたいところなんですが、追い込まれたらもうどうしてもね、ミートにせざるを得ないので、ミートを開いていこう。
まあ、堀江なかなかいい守備でしたね今の。でだ、ノーアウトランナー一塁か。ここは絶対に点を取られちゃいけないところなので、しっかりボールを入れてもらおう。うわー、持ってくれた。打たせて取れにした結果がこれか。ちょっと悪い流れが来てるな。ただうちのエース、1年生エース山谷、彼にかけるしかないからな。フォアボールはやめてよ。よし、ゲッツになる。 OK。 まあツーランホームラン打たれたものの、その後は後続をゲッツーで切り抜けたんで、流れを完全に敵に渡したわけではないと思うんですよね。ここはしっかり生かしていこう、さっきの守備の流れをと思ったら2球で追い込まれたな。最後は全力ストレート、空振り三振。さあキャプテンの柴崎だな。どう、これは三塁まで進んでほしいけど進めないか。ちょっと足の遅さがここで響いちゃいましたね。ボテボテの当たりだ。ゲッツーは免れたね。さあここで打てるピッチャー山谷、自分で打たれたホームランは自分で取り返せ。あー、守備うまいな。今のこの回転しながらスローイングするあたり、しかもそのスローイングがきっちりファーストミットに収まるあたりはさすがだな。さあよく見てみれば成田工業にリードを許しているっていうね。ふみ、よし、二見、まずは二見がしっかりセンター前。9回裏に強いですからね、うちのチームは。ここは藤野も長打力あるんでね、長打力があるんですがミートに変えましょう。よし、デッドボール。ピッチャー変わりますね、稲垣に変わります。で奥山ね、お祭り男を出しておいて強振積極で流し打ち。初球はカーブ、シュートと続いてストレートですね。ストレートはただ112キロしか出てないんで、あのスピードボールはないですね。抜けた、ゲッツーかと思ったけど、とりあえず強襲ヒット扱いになってますね。サード強襲。さあ角田か、ちょっとここは確実に勝ちに行くために角田に代打送る。西田、ゲッツーだけは嫌なんでね。これはフライだな。で8番ネギシ。さあ雲行きがちょっと怪しくなってきましたね。大丈夫だな、これ長打じゃないけどね。つないでつないでプレッシャーを与えていきましょう。で今日ヒット1本に四球、さらに犠牲フライの一瞬。うわー、やっちまった、やっちまいましたね。そして彼女のいる大貫じゃないか、違う、大貫、彼女がいるのは土肥だな。いやー、さっきの勝ちきれなかったか。もう最後はスライダーですね、空振り三振。これは抜ける、抜けちゃうか。本当にね、この外野にゴロが転がった時にトンネルされるんじゃないかっていう恐怖心。よし、これこそゲッツーじゃないの。
オッケー。さあ柴崎、初球は全力ストレート、まあ、ただその全力ストレートも言っても113キロしか出てないですからね。いや送りバントも盗塁もないな、足が遅いんでね。みんな外してくる。そしたらここは待ちましょう。流し打ちで追い込まれたらカウントは平行カウント、フルカウントですね。よし抜ける、これで帰ってこい帰ってこい柴崎柴崎、よし。また9回裏の奇跡ですね。まあ奇跡10回裏だしね。まあただ2回戦目も突破できたのは大きいな。まあ、柴崎が少し安定してきたのと、ピッチャー山谷もう僕が操作しなければそれなりに安定する。まあ、今日は柴崎がヒット4本、まあ1番バッターがヒット4本打ってくれると、まあ、チャンスはやっぱり多いですよね。まあ、ここは練習を休みにする？いや、もう試合はしばらくないんであればきっちり鍛え上げていこう。よし、これで県大会的なものっていうか関東大会的なものに出場ができたってことでいいのかな。関東大会に出場ができたとなれば、その関東大会でもねちょっとある程度の成績は残したいんで、まあ、この1年生の山谷がいるうちは1年生2年生とまあ年数が上がっていくにつれ安定感は増していくんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ結局山谷ありきのチームになりつつあるからな。そしたら山谷はまだもうちょっと球速頑張ってもらって、藤野はミートからパワーに切り替えましょう。まあ、肩も欲しいけどね、藤野に関して言うと。で、石森は走力。角田も走力の方に振っていきましょう。根岸ももう走力でいいかな。二見も走力。奥山も走力。諸星も走力。柴崎は、もうちょっとパワー上げてもらう？そしたらスカウトのところでまた柴崎をご利用しましょう。まあ山谷だね、ここは1年生です。山谷をご利用します。
ちょっと投手系の練習に偏りが出てきてるんで、ここで練習の最高シャッフルが欲しいな。公式戦の前に休ませてもあげたいけど、そしたらここで確かなんかもらってたよね、アイテム。アロマグッズ、これ使っちゃおう。グラウンドレベルが3上がるんであれば、これはねやっておいて損はないかなと思うので、であとはもっと言うと、この公式戦の前にできれば休みを入れたかったけど、休みが入れられないのであればどうしようかな。お、スケジュール見直しが来た。待ってました。ただ求めてるのはないけど、まあここは座禅組んどこう。まあ柴崎だね、張り切りボーイは。まあ柴崎を張り切りボーイに指定しておけば問題はないかなと思うので、敵の方は須田くんがちょっと何、若干元気いっぱいモリモリノリノリボーイになってるね。柴崎が逆にちょっとへこみ気味だな。まずは柴崎ね、先頭バッターとして出てくれると流れが全然良くなるんで、やってほしいけど、いきなり追い込まれたか。変化球に空振り三振。ただエアジャ1点リードはしてるね、頑張ってくれてる感じがある。柴崎今日は良くないね。ただそれでも1点取ってくれている。黄色い声援でこの回に2アウトだけどランナーが出てるんで点を取りに行こう。いやーダメか。ここだよね、自走者の時のピッチングちょっと自信ないんですよね。よし、これはアウトだね。アウトだねってこっちが言う話でもないけど点を取ってほしい場面だからな。これは落ちる、ポテンヒットになる。よし、落ちた。よし、これも抜けるね。ここはスクイズだ、意表を突いたスクイズ。まあいいでしょう。
5点あればね、ちょっと安心感は出てきますよね。これはちょっとボールが遅いけど、一塁には投げられませんでしたね。ここそゲッツーだ。プレッシャーランクだった。完封とはいかなかったかな。さあ今日ちょっと元気のない柴崎君、ここはねプロ入りのためにも自分のために頑張ってもらいたいけど、奥山打球反応丸ついてるね。ボール先行になっちゃった。じゃあ打たせて取りに変えましょう。これは抜ける、抜けるね。当たりは弱かっただけにちょっとランナーが帰ってきちゃいますね。2点差か。ここはダメ押し点としてもう1点2点欲しいな。よし、デッドボールで柴崎キャプテンの意地を見せてほしい。2球で追い込まれた後はミートに変えざるを得ないので、ミートに変えて引っ張ろう。快音は残したかなと思うんですけどね。これはボテボテの当たりだ。大丈夫か。いやーセーフになるよね。当たりが弱すぎたかな。よし、全力ストレート。ここも打たせて取れてゲッツーで終わらせたい。よし、ここに来て山谷いいね。ただ他の投手も経験積ませたいので、彼女のいて炎上の土肥君を投入しましょう。これは追いつくね。1球で試合を決めてくれましたね。いやー、エアアジア頑張ったな。秋の大会制して地方大会、関東大会的なものにもすっかり中堅高校と呼ばれるようになりましたということになりましたね。いや嬉しいな。はい、というところで、じゃあちょっとね今回短めなんですが、中堅高校になったというところでですね、次回は中堅高校として関東大会ですね、続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。